今日はドアミラーについてちょっと豆知識じゃないですけど、とても見やすくなる方法をいくつか説明したいと思います。まず一つはアウディを乗るとすごくドアミラー見ると、なぜか、こちらのボディとミラーのところはすごく死角が少なくなっているのを気づくかなとは思います。ぜひ見ていただくと、運転席側もミラーとボディはこの間が空いております。助手席側も、ミラーとボディの間が空いております。これによってかなり死角が少なくなっているので、運転しているときはすごく楽かなというのが、目で見てよくわかるかなとは思います。ではミラーの方を外から見ますと、こちらにドアミラーありますが、実際にはボディよりは少し離れております。この部分がね、空いてる分だけでもかなり、運転席から見たときにはすごく見やすくなってますので、これが一つ特徴かなとは思います。はい、その通りです。